高知競馬11レースファイナルレース1300です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク4頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、3走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です。3走前は1 4 0 0メートルとなります。 一角角通過順位はオレンジ色の四角です。3走前は7番手となります。着順はピンク色です。3走前は2着となります。枠は緑色です。3走前は7枠となります。馬場状態はグレーです。3走前は不良馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3走前は今回と同じコーチとなります。馬対重変化は黒色です。 それでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています1枠1番湘南ラジアです能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります金5層では2層前3層前に黄色線を上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です 今回はとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと2走前はオレンジ色の着順が6着で紫の丸が14005月はオレンジ色の着順が2着で16001400が適距離ですが4月の紫の丸今回と同距離の1300ではまずまずの指数をマークしています1300も守備範囲です展開面を見ていきます 先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、2。走前は7番手からの競馬です。5月は5番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は17で3位です。上がり指数は18で4位です。平凡な上がり指数で差せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。 暫定丸を打っています六枠八番ネバールーズロコです能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では3層前に黄色線を上回っています上がり指数が高評価できるのは4層前は黄色線を5上回っています5層前は黄色線を3上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです 距離適正を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は紫の丸が14005層前は紫の丸が16001400が適距離ですが5月の紫の丸今回と同距離の1300ではまずまずの指数をマークしています1300も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと 3層前は9番手からの競馬です。5走前は7番手からの競馬です。後方からの差し。追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は5で12位です。上がり指数は17で5位です。平凡な上がり指数で、指せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。 暫定黒三角を打っています五枠六番龍の嵐です能力偏差値は三位で偏差値ランクは C ランクとなります近五層では四層前五層前に黄色線を上回っています特に五層前は黄色線を十0に上回る優秀な指数をマークしています上がり指数が高評価できるのは三層前は黄色線を二上回っています能力的には2番手グループの一角で 連帯四角は十分ですす距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5走前は紫の丸が16001600が適距離ですが2月の紫の丸今回と同距離の1300では低指数となっています1300は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5走前は5番手からの競馬です 中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は7で10位です。上がり指数は23でトップです。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠10番、名村ビオラです。能力偏差値は4位で。 偏差値ランククは C ランクとなります。近5層では3層前5層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は紫の丸が13001300は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと 三走前は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は16で5位です。上がり指数は20で3位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。3枠3番アルスカーです。能力偏差値は5位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。上がり指数が高評価できるのは5層前は黄色線を4上回っています。能力的には上位馬には一歩をりますが連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと6月は紫の丸が1300。1300は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと6月は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は18で2位です上がり指数は15で6位ですまずまずの先行力で逃げられそうです展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒の星を打っています7枠9番フィオーレシチです 能力偏差値は6位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では5層前に黄色線を上回っています。特に5層前は黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら今回は指数を下げる順番です。 距離適正を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと5層前は紫の丸が16002月は紫の丸が14001600が適距離ですが3層前の紫の丸今回と同距離の1300では低指数となっています1300は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと 5走前は6番手からの競馬です。2月は9番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は14で6位です。上がり指数は22で2位です。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白の星を打っています。8枠11番。 プリマフェーブルです。能力偏差値は7位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が1400、2層前は、紫の丸が1400、1400が適距離ですが、 4層前の紫の丸今回と同距離の1300では低指数となっています1300は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は5番手からの競馬です2走前は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は23でトップです 上がり指数は5で9位です。まずまずの先行力で、前目につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った1番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。暫定丸を打った8番の対戦成績は、10番に対し、1勝0敗、3番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。 8番の対戦成績は、高評価できます。暫定黒三角を打った6番の対戦成績は、1番に対し、3勝0敗と勝ち越しています。6番の対戦成績は、高評価できます。暫定白三角を打った10番の対戦成績は、8番に対し、0勝1敗と負け越しています。10番の対戦成績には、リスクがあります。暫定罰を打った3番の対戦成績は、1番に対し、 0勝1敗8番に対し0勝1敗と負け越しています3番の対戦成績にはリスクがあります以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命二0丸を打ったのは8番ネバールーズロコです能力偏差値は2位の B ランクです枠順と対戦成績を高評価しました対抗丸を打ったのは6番リュノアラスです 能力偏差値は3位の C ランクです。距離にリスクはあります。展開と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは1番湘南ラジオアです。能力偏差値はトップの B ランクです。枠順にリスクはあります。白三角を打ったのは10番ナムラビオラです。能力偏差値は4位の C ランクです。対戦成績にリスクはありますが距離と 展開と枠順を高評価しました。×を打ったのは、3番、アルスカーです。能力偏差値は、5位の C ランクです。対戦成績にリスクはありますが、距離と展開を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。 ぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介しますそれではシンプルグラフへ切り替えますシンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適正分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが 過去5層の指数を、青色の折れ線で表しています。四角の中の数字は着順を表します。黄色線は連帯目安で、この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります。下部にはコース情報を表しています。上部にはレース間隔を表しています。それではシンプルグラフにて評価上位馬を解説していきます。20丸を打ったのは、1枠1番、湘南ラジアです。 過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を23下回っています。2層前は高知1400にて、黄色線を7上回っています。3層前は高知1400にて、黄色線を2上回っています。4層前は20下回っています。5層前は4下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは6枠8番、ネバールーズロコです。過去5層の指数を見ていきます。 1>, 1層前は黄色線を12下回っています。2層前は1下回っています。3層前は高知1400にて、黄色線を2上回っています。4層前は4下回っています。5層前は4下回っています。評価できる上がり指数を見ていきます。4層前は、5層前は、次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは、5枠6番、竜のスです。過去5層の指数を見ていきます。 1走前は黄色線を5下回っています。2走前は13下回っています。3走前は12下回っています。4走前は高知1600にて、黄色線を4上回っています。5走前は高知1600にて、黄色線を12上回っています。評価できる上がり指数を見ていきます。3走前は、次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは、7枠10番、ナムラビオラです。 過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を16下回っています。2層前は14下回っています。3層前は今回と同条件の高知1300にて、黄色線を1上回っています。4層前は26下回っています。5層前は高知1400にて、黄色線を3上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは3枠3番、アルスカーです。 過去5層の指数を見ていきます2層前は黄色線を2下回っています3層前は13下回っています4層前は40に下回っています5層前は3下回っています評価できる上がり指数を見ていきます5層前は以上偏差値上位場をシンプルグラフで解説してきましたこの統一指数によるシンプルグラフは全レースをノートにて公開しております全場のグラフを1ページに配置し 一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、この動画の注釈にリンクがありますので、ぜひご利用ください。最後に、ノートにて公開しております。全女全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL は、この動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、 過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。過去1年の出走履歴と指数をプロットしているフルバージョンの指数グラフとなります。次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずはこのシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。 次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。下部の表は、展開分析のデータとなる。各場の先行力とその順位。各場の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは、 推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しておりますこの推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか